今よりエレキギター教室発表会を開演いたします。エレキギター教室は一ノ関文化センター自主事業として平成19年度から開催いたしており、今年度で3回目となります。昨年の6月から10回にわたり、水沢ベンチャーズリードギターの石川照夫さんのご指導のもと練習を重ねてまいりました。本日は水沢ベンチャーズの皆様に伴奏をいただき、7名の受講生がその成果を発表いたします。お楽しみください。それでは受講生のトップを切って石川恭一さんに演奏していただきます。石川さんは昨年度も参加いただいており、今年も10回の教室を一度も休まず出席されました。趣味としてエレキギターを楽しみたいと話されておりました。曲は霧のカレリア、さすらいのギター、夜空の星の3曲です。よろしくお願いいたします。We'll be right back.